時思うことが、そんな私がいつも子供たちには憎らしい言葉口にしている。自分だけが幸せになればいいと思うのが人だとしたら、どんなに今が平和に見えても心は虚しい戦場。悲しみが時を刻んでいる。同じ時間が流れている。どうか優しさ、どうかどうか優しさ、どうか。どうか優しさ、どうか。